マウマです。シマウマは6種類いますが、ここにいるのはチャップマンシマウマ。島と島との間に薄い影島があるのが特徴です。地中海の島々の山岳地帯に住み、羊の先祖と言われているムフロン。野生の羊の中で最も小さく、ダチョウ。背の高さは2メートル、体重は120キロ。食べるものが灰色が熱戦、太くて長い足を持ち、時速50キロで走ります。柔らかく砂の中に沈まないようになっています。コブの中には水が入っていると昔から信じられてきましたが、実は中身は脂肪で、食料がないときは栄養源としているのです。コブたちにシロリックスがいます。あの長い首の骨は私たちと同じように7つ、一つ一つがとても長いのです。褐色の体で、背中からお腹に向けて白い線がある動物は、中央南アフリカに住むエランドです。ブラックワックはインドの草原地帯に住む小型のミシカの仲間です。オスにはドリルのような螺旋状の長い角が2本生えています。霊獣4種類いるガクの中では最大種で、体長 2.5メートル、体重350キロほどです。マレー半島からスマトラ島にかけての森林に住んでおり、水辺を好みます。鼻は象のように上唇と一体化したもので、器用に食べ物をつかみます。また子供の毛の色は親と違い、イモ足のが見えます。牛の仲間で、中国のごく限られた山岳地帯の標高2000メートルから4000メートルの森林が生息です。ジャイアントパンダ、一向に並ぶ中国の小動物で生息です。メスライオン、メスライオン、オスライオン、なんと強烈なダッシュをかけることができるのです。このアムールトラです。別名シベリアトラとも呼ばれ、中国東北部からシベリアまで最も北に生息、比較的寒い地方の森林で暮らしています。鮮やかな縞模様は
森林や草むらで馬の体を見事に隠し、獲物に気づかれずに近づくことができるのです。また馬は他の猫たちの様子を見たり、家に入ると水浴びをしている姿がご覧いただけます。アモンストラは現在野生では約450頭しかおらず、絶滅が心配されています。ウソラの白色変種です。人が見るのは無ルーです。鼻立ちとホワイトタイガーは人気になっています。アモンストラと違い、詩人で表す詩人の白子、ホワイトタイガーは体が小さいのが特徴です。現在世界で約清流の須崎県民こちらに住んだ岩山でも何事もないように子供を産み生活しています。今の緑の下のにはオーストラリアの暮らしを抜くエビューがあります。ダチョウより一回り小さい飛べない鳥、体重は約50キロ。岩から体格に比べて極めて小さく退化し20センチぐらいです。そして全身ともにフロント利用しています。オーストラリアに住む赤カンガルーはカンガルーの中で最も大きく、国土では体重は80キロにもなります。後ろ足が大変強く、最大で